詳細？あの男の言葉だろ、君のしもべとか貸してくれとか、仲間にしては少し遠慮があるというか。え、それってセントフォンテーヌ事件の裏に隠れた謎の勢力は一つだけじゃないということですか？天井、星、はあ、僕たち宇宙人と戦ってるんじゃないよね。宇宙人？その可能性は否定できません。今の最優先事項はなるべく早くセントフォンテーヌ中心部に戻り、他の増援部隊と合流することだと思います。少なくとも私が到着した頃、各小隊はすでに行動を開始していました。本部の指示に関してはフォースワンエリアに着いた時から連絡ができなくなりました。アテンマ城の中でも同じ状況がありました。外部と通信できる区域はおそらくサード駅周辺エリアだけかもしれません。だからこの周りの状況を把握するには僕たちが実地調査するしかないってことかな。ええ、基地が必要な理由もそこにあります。隊員、しばらく私の指示に従ってください。メイ隊長こそがあなたの指揮官ですが、事情が事情なので理解してください。ええ、ところでもう一つ説明しなければならないことがあります。月の輪は崩壊エネルギーの侵食緩和という保険の他に、作戦行動中においてもちゃんとした意味を持っています。作戦中、私たちが使う崩壊エネルギーは月の輪によって中和されます。さらに複数あると装着者の間でエネルギーのネットが形成され、作戦武装の性能を上げてくれます。ユニオンフィーバーシステム、略して UFS です。それを人化試練の副作用への対応策として使いましょう。きっと博士たちもそういうことの再発を望んでいません。つまりもう一人で背負う必要はないってことだ、親友。これからの戦闘はチームワークで勝利をつかもう。一緒に頑張りましょう、先輩。ええ、こういうことです。 UFS は私たちの作戦を記録し、使用するたびに性能が上がります。さらに隠し機能もあるみたいですが、今のところはあくまで理論上の可能性です。説明はここまで。みんなも十分休みましたし、そろそろ探索を始めましょう。よし、その言葉待ってたよ。ではセントフォンテーヌ中心部へと戻るルートを目指し、第2小隊および第3小隊隊員1名、フォースワンエリアの調査を開始します。やあ、親友。